富山市五穀神社の近くにある神社ラーメン。五穀神社の神社とスープに使っている生姜、ジンジャーから神社ラーメンと名付けたそうです。俺のところのラーメンは師匠も誰もらわない、俺が開発したわけ。この味は22年前に、今じゃ、まあ当たり前みたいな味かもしれないけど、当時とすれば結構画期的な味だったと思う。結局自分の舌でほぼ食べ歩いて、こちらのラーメンのスープは富山ブラックと呼ばれる黒い濃厚醤油となっています。このようなスープは全国でも珍しく、そのしょっぱさは異常なほどですが、なぜかまた食べたくなってしまう不思議な味です。麺はやや太めの縮れ麺で、コシの強いのが辛めのスープと相性抜群です。ネギは大胆に切ったものを盛り付け、チャーシューは柔らかく煮たもも肉で、こちらも絶品です。俺自身がもうラーメン好きだから、俺らもう昭和25年で、ね、そんなまだ裕福でなかったわけなんですよ。近所にラーメン屋さんあったんだけど、そこのそば取るとやっぱうなぎ屋と一緒でこんな感じでね、もういつかこういうのを毎日食えるように、まあ夢は夢で叶ったんでね。お店にはラーメン以外にもおでんが用意されています。こちらもぜひご賞味ください。とにかくラーメンが大好きだというマスター、そのマスターが選んだ味、富山市五穀神社近く神社ラーメンをどうぞ。